さあ一兵衛さんとうとう伸ばしにかかりました。どうかな、頑張れ頑張れ一兵衛。まあこんなもんだな。こんな感じですか。いいですね。平均に。平均にね。手のひらを使うんだよ。手のひら。意外と大胆にやって良さそうね。意外とね。動画で撮ってんの？うん。俺の手だよ。俺の手。一兵衛の手ではありません。先生の手です。今映っているのは一兵衛の手ではありません。はい、はい、一兵衛さん頑張って。はい、ここで。これ何ですか？やる前にこれやった方がいいと思う。くっつ、くっついてくるから。はい。ケチケチしないで、もういっぱいやったほうがいい。前にいっぱいやったほうがいい。どうせ前に行くと折り落ちるから。一兵衛さん、真ん中から向こう。あ、真ん中から向こうだ。向こう、12時、そして10時10分10時10分、あ、そのままや、10時10分。え、動かさないでいいんだ。10時10分はね、うん、もうやってこないで。本当？いや、今回やってなかった、先生は。そうか、前回教わった。今度教わったっていうか、今まで、前回までずっと教わってたんだ。10時10分でも大丈夫ですよ、平気にね。真ん中から向こう。真ん中から向こう、まあ、90度回して真ん中から向こう。押して、お、次の段階に進んだ一兵衛さん。押して引く、押して引く、押して広げの、あ、対角線で、うまいじゃん、いっちゃん。まだこの人四角にしてる。巻いて引く、引く、転がし、転がして引く、転がして引く、転がして引く、広げる、伸びてる。それを繰り返すといけるよ、一兵衛さん。やったね、父ちゃん。今夜はホームランだ。やるぞ。じゃあ、おそばの歌を歌わないとね。それまでにももちゃん一緒に続けしようよ。笑わせていかんよ。なんで、なんで。押して、引いて、もう切ろっか。よろしい。もうちょい。もうちょい。もうその倍ぐらいになるよ。だよね。うん、端っこも割れそうなんだよね、もう。乾いてきちゃったんだね。結構風が吹くから。うん。ちょっとこれ真ん中に来る。多分ね、大胆さの方に重きを置いてるタイプね。なんだろう。その切れ味のものやばいからもうやめます。これも巻く、これは普通に巻けるよ。もうちょっと直した方が良さそうな感じがする。あ、そうそう、それで直そうよ。これ立ってここから巻いてさ、こうやった方がいいんじゃないですか。でも割れちゃうよ、もう巻いてるの。でも振らないと棒についちゃう。うん、でこうそーっとこうね、いつものように。こっちからさ、縦に巻けばいい、巻いて。しんちゃん。半分に、あ、半分になっちゃう。しんちゃん。一回チェックしてもらおうよ、いっちゃん。え？一回チェックしてもらおう。自由にやって。自由にやって。よし。よし。
あ、ここはね、ここがここにあると、あの、ここに、あ、こういうふうに、こういうコーディング。これはおって。もう一回右側にある。もう一回。